こんにちは、京都ゆりなです。そう、ちょっとね、今日は早いですけど、まあ昨日早くやりますって言って、まあまあまあ、でこの時間です。今日は1時間だけでしたいと思います。もうその1時間やってその後も行かないといけないので、今日は1ミニッツです。なんかさ、さっきさ、めっちゃって思ったことがあってさ、ショールームしようと思って準備してて、で普通になんか755売ってたら、めっちゃ話し声が聞こえて、えみたいな感じになるやん。何みたいな、何みたいな、怖いみたいな、どこからかともなんか話し声が聞こえてくるの、怖いやけなと思ってみたいな、隣の人みたいな。でもそんなんさ、隣の人ですらさ聞こえたことないのにさ、えってなって、そしたらさTikTok がね勝手に開いとって、そうなんか勝手に喋ってたっていうオチなんやけど、マジで焦った、さっきえ嘘やろと思って、何って思うやん。マジで焦った、あの焦りを返してほしいね、あの焦りを返してほしいよね。それはいいな、もすごく思った。そうそう怖いやろ、普通に考えて怖くない？ええみたいな、何やそれやった今なんだった。多分指がこうね、なっとったんかなって思うけど。ね、指が当たっとってみたいなマジびっくりしたわ、今日の出来事。じゃん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 だん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 、今日の公演延期になったね。だって今日公演ある予定やったんや、知らん。ユニアのチームじゃないから分かんない。チーム B かな、今日はがある予定だったみたいな感じじゃないかな。ちゃうか、プライベートのメディシン買ったよだって。おあれ、幼少期の写真が入ってるみたいなやつちゃうか、また別のやつ。
まあユナのね、フォーもね、そうなったからね。そのおかげで当分私は劇場にまた劇場公演は当分ないかなって感じ。なんかこっちのあれがあれなのか。前はどうせぐしゃぐしゃになるし、ね、言うことを聞かない前髪ちゃんたち。あ、顔が好き嬉しい。顔が好きなのはありがたい。 Thank you。 この一束だけ負けてないのがすごい気になる。ピューンってなってます。まあいいか。ゆやの発言をノートに書きそうになった。それはやばい。授業を書いてください。授業を。昨日水風呂大変だった。そうなの。あのね、間違えてお湯を下ろしてるつもりがお湯じゃなくて水やって、そう、お湯を下ろしてるって自分では思ってたんやけど、お湯じゃなくて水を下ろしてたみたいで、さ、入ろうと思って足つけた瞬間もう冷たってなって、ってなって、もったいなかった水が。そう、ショールームのトップページデザイン変わった。知らん、それ何なんや。そう、めっちゃびっくりした。もう入ってないねんけど、水風呂にはさすがに寒すぎて、あー、もったいないと思いながら水を流したんやけど、マジで冷水やった。ほんまに冷たかった。びっくりした。と思って、捨てた捨てたね。え、ほんまに、って感じ。やっちゃった。ポッポコさんも生きるの大変だね。いやいやいや、普通に生きてるわ。普通に生きてるわ。大丈夫よ、生きれてるから、全部自分でできるから。まあ、全部ではないけど、大抵のことは自分でできてるからね、大丈夫。たまにそういうことがあるっていうだけで、なんか全部が全部ってわけではない、から安心してください。そうそう。ボンポコさんの配信最初から見返してました。懐かしい懐かしい。もう覚えてないわ。懐かしいなっていうのは覚えてる。
もうないんですかって言われるんですけど、ないんじゃないでしょうかね、やってませんしね。なんかすごいとっちらかっとるけど前髪がとっちらかっとるよ。とっちらかっているらららららら。ねえ、なんか前髪まっすぐしたいのにさ、なんでこうやって前髪を曲げてしまうんやろうね。本当に自分でもよくわからない。まあ、どうせボサボサになんねんけど、電車に乗れば。電車の風圧で前髪終わるよね。うちマジですぐ終わるんだけど、あれシューン飛んでいったって感じ。基本的にそんな感じする。今日またね、暇やったからコナン君見てたで、みんな。でコナン君、あ、そうそうそう、あのだからさ、トゥーミックスのさ話もさ見たよ。見た、トゥーミックスの人が誘拐される話で。そう、最初の方のコナン君なんやけど、懐かしいやろ。それを見た昨日やけど、それはそれ見たの昨日やけど、昨日それを見たし、何見たんかな、なんか忘れた。あの歌はあれだったよ、謎が解けてゆくのやつ。ちょっと大変けど、ここでは歌ったらバンされるから全部は大変けどのやつとか、あとはあと何やったかな、なんかいろいろあったんや、いろいろな和の話見てたから、なんか主題歌いろいろあったんやけど、あの忘れちゃった。その歌めっちゃ好き、好きよないのも好き。この歌コナン君って感じ。あとはでも、あとはなんか結構ビーズさんの曲も印象的にある、うん、とか、あとはあとなんかバーねんけど、あんま覚えてない。コナン君の曲ね、好きよりな。結構コナン君のさ、あの主題歌ってか、まあ基本的アニメの主題歌がね、歌が基本的好きやから、全部好きやねんけど、全部いい感じ。あの10月からのねコナン君のね曲もいいですよね。あの10月までのコナン君の曲も良かったですけど、10月からのコナン君の曲も良き。いいよね、コナン君のあれも好きやで、あのからくれないのやつ。ちょっとここ歌ったら終わるから歌詞しか言えんけど、あのからくれないの、なんだっけ、あれなんと溶けなんたら今日みたいな歌あるじゃん。あれも好きやった。なんかちょっと和っぽい感じのやつ、何やったかな、出てこんけど。今のねエンディングの曲も好きよ、コナン君の。誰が歌ってらっしゃるのかちょっと存じ上げてないねんけどコナン君のね、あとな、コナン君のな、懐かしいけどパラパラとかな、トゥントゥントゥンみたいな、タンタタ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 、あ、曲名出てこんし歌詞出てこん、英語やからな。こういう感じのね、コナン君が踊ってるんやけど、あー出てこんな、ダメだ、わかんないわ。あー悔しい、出てこんわ。ちょっとわか
るかな、分かる人には分かる。そんなみんな主題歌気にし、あんまりなユナもな主題歌言うとそんなにな詳しく知らんからな。待って待って、めちゃくちゃ変な前髪になって思った。ねえ、せっかくさっきセットしてたのに自分でセットした肌から壊すっていうこの独自スタイルね、貫いてます。前髪まっすぐになるようにさ、あえてさ短く切ったのにさ、マジでまっすぐにならん。まあ、なんなんて、何のためにあんなに短く。お風呂上がりとかだとね、結構ね、あのね、短いのよ私。寝るときとかね、めっちゃ綺麗なんやけどね、起きたら寝癖で頭がね、ぶっ飛んでることになってるから、基本的に変なんですよね。そう。で、何でしてたっけな、そこなんかのね。いいよね、コナン君。てかもうアニメの主題歌大好き。いいよね、アニメの主題歌。アニメの主題歌も好きやし、歌ってみたも大好き。ボカロとかなんでもいいけど、歌ってみた個性出るよね。なんかちょっとアレンジしてる人とかもいらっしゃるじゃない。そうそうそう、ね、良きよね、わかるわ。今日何回ケープねやる前髪。もうやめよ、ボソボソやったらボソボソでいいわ。振ることを諦めたユリナ少年。あ、少年ちゃうわ、少女や。間違った、自分で自分のこと少年言うの。少女、いや少女ではないね。少女って言ったらマジであの怒られそう、ファンの人。前も少女、少女みたいな可愛い年ちゃうやろって言われそう。そうやね、少女ではない。年的に少女ではないわ、残念。でも心は少女のまんま、イエーイとかって言ってみとくわ。それでもううち怒られたら、怒られた時はあっあっあっ、何事も結果が終わるんだ。さで、何の話してたか忘れちゃったんやけど、自分で自分が話してたんやけど、そう、コナン君の主題歌の話ね、いいよね、私大好き。まあ、さっきからこのは私大好き曲っていう話しか一向に前に行ってなさそうなんやけど、そのあたりどうですか。私もう進んでないな、こいつ自分でって、自分で自分のことを思ってしまった今。そうなの、まあ、今日はね残念ながらね1時間しかできないの。2時間したらちょっと もう家出る時間とっくん過ぎちゃうからね、残念ながらできないの、ごめんね。そうそう、さっきまでねコナン君見てたんやね。自分何見てたかっていうと分からん、あ、何なんか適当に見てたから全然覚えてない。あとあれ好き、あれさっき言ったっけ、それこの世であなたの愛をってやつ好き。これすごいね、さその時期のさコナン君よく見返すんか分からんけどさ、なんかいつもさ見るときさこの主題歌なんですよ、主題歌テーマ曲なの。なんかそういうあれなんかな、あるじゃん、そういうそういうさなんか見るときが大体そのやつみたいな感じのときあるじゃないですか。なんかね自分でね、あれそれさっき話したっけ。それさっき話したか、あなた大好き。うん、絶対主題歌大好き。主題歌いいよね、わかる。主題歌大好き、普通に。
え、なんか今とかだと、あー、まあそれこそ永遠の消防隊とかね、の主題歌とかも好きやし、うん、あとヤクネ版のやつもね好きよ。歌ヤクネ版はね、私ね逆だったんよね。いつもだいたい主題歌先行が多いんやけど、ヤクネ版のウーバーワールドさんのやつは先に歌知っててからのアニメ見たから、その珍しいタイプやった。あ、これ主題歌やったんやって思ったもん自分。そう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 。あとなんやろね、なんか結構いろいろ、もうブリーチの主題歌は基本的大好き。うん、主題歌っていいよね。あ、そうそうそう、ハマ好きよね、ウーバーワールドさん。わかる。目がしょぼしょぼしょ。いや、キャラソンがあんまり聞いたことない。しないかしないかが多いかな。ブリーチの主題歌は結構大好き。ユイさんとかミワさんとかが歌ってらっしゃる曲大好きやし、そう、あのシドさんの曲も好きやし、なんか結構ね、まあ好き。普通に好き。いいよね。あ、ポルノグラフィティさんとかのやつも好き。有名な人ばっかやな、自分が言うな思うけど、ほんまに担当されてるのコナンくんも思うけど、なんかほんまにアニメの売れ、なんかアニメのさやつさ、ほんまにさ主題歌担当されてるアーティストの方とかさ、ほんまにさすごくこう有名な方ばかりですね。うん、千の夜を越えて、千の夜を越えてってどの歌やったっけ。それブリーチの曲やったっけ。なんかわかるような気がする。え、少し雨が降ってきた。マジそれは最悪。いや、ね、タイトル言われてもね、あのね出てこないのよ私ね。あの曲でしか覚えてないから、タイトル言われてもね、基本的タイトルがパッて出てくるのめちゃくちゃ少ないの。だからね、あれあれって言われてもね、どれどれってなっちゃうのよ。え、なんか知ってる気がする、その線のほんちゃらかんちゃら。あれ調べるわ。みんなわかる気がする。それちょっと待って、線の、あ、わかったかも。聞いてないけど聞いてないんかーいって感じだよ。聞いてないけどさ、このさ、あれ見てなんとなくわかった気がする。基本的な、ね、大好きブリーチの主題歌、今でもさ聞いたらさ、あー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 みたいな感じになるよ。なる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 。今聞いてるから待ってね。ちょっと待ってね。長いね、 CM が長い。あー、あ、わかる。この歌好き。この歌なんかすごい青春って感じがすごいする。なんか雰囲気的に、なんかユリナのイメージとかでよくあるのが、これこそなんか制服着てる男女とかがなんか聞いてそうっていうイメージがすごい自分の中では出てくるな。イメージやけどな、勝手な。え、めちゃくちゃ好きこの歌。
あ、これそういうタイトルやって初めて知った。なんか好きとか言う、そマジでこういうこと言ってるとな、好きやのにタイトル知らんのとか言われるけどな、ほんまに知らんかった自分は。タイトル出てこうへんことが多い。そうそうそう、言うた、なん世界が終わる、世界が終わるまでは今聞いてもテンション上がる。あー、スラムダンク、バンズさんの曲やね、あれは。言う、なんかだって世代で言うとさ、それこそさ、パパとかの、ま、パパママ世代やからさね。うんうんうん、いい歌やね。いや、あれはもうあそこやろ、あそこ、あの安西先生と、あ、名前ど忘れしてしまったよ。なんとかい、あーやばい、名前ど忘れした。あ、世代だったのか。あ、三井くん、そう、三井さんのあのシーンのバックでサビがバーンってかかるのはマジでかっこいい。あれいいよね。うんうん、バスケがしたいですっていうところね、あのそこのとこでバーンってかかるんだわ、バックで。いいよね、あれすごくこうほーってなる。やっぱさ、ドラマとかアニメとか見てても BGM の、 BGM っていうかさ、そのさ、曲のタイミングってさ大事じゃない、雰囲気ね、すごいあれよね、わかる。あのシーンすごい有名ね、有名。いや、わかるよ、むちゃくちゃ有名。うんうんうん、今でもフューチャーされてるやんね。あのシーン涙するよね、うちもめっちゃ。なんかそれまで三井さんのことすごい好きじゃなくて、なんかはみたいな、なんしようと思って、宮城さんがあんなにあれしてるんやでって思っててんけど、でも三井さんが髪の毛を切ってスポーツマンらしくなって頑張ってるのを見るとすごくいいシーンだったなと思って。そうそうそう、でもいいな、スラムダンクだったらあの曲も好きですよ。オープニングの方、あの世界が終わるまであってエンディングじゃないですか、じゃなくてオープニングのテーマ曲、あータイトルが分かんないわ、なんていうタイトルなんだろう。なんていうタイトルやったかな。あ、そう、君が好きだと叫びたい、そうそう、それそれ、あれも好き、あれも有名よね。かい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 、そう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 、あの曲も好きです。さすが皆さん世代だけ、世代なのかな、わかんないけど、すごくこう、あのお当てがお早くて、そう、あれ、あれの、あの、あの、ね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 、あの曲も好きです。あの曲オープニングだったの期間めっちゃ長かったね。なんかエンディングは結構コロコロ変わってたけど、オープニングは長い間ずっとあれやったよね。違うかなね、なんかエンディングよりの変わるタイミング早いんやけど、オープニングはちょっと長かった気がする。あね、人気だったのかも、確かに。あー、アニメを見てない、逆にね、原作派っていう人か、確かにそれはね、あの分かんないよね、主題歌がんたらがんたら言われてもね、分かるわ。でもね、マジでね、いいよね、大好き。しないか、しないか、最高。あ、それフレンチキッサーもかっこ悪い、アイラビューも大好きやからね。ね、スケットダンスで、そう。いいよね。え、
スケダンもねアニメね再放送してほしい。わかるよ、あれめちゃくちゃいいアニメやったよ。普通に面白かったし、でもやっぱ過去編がマジで泣けた。もう3人ともマジで涙が止まらんかった話は、うん、ボスンもスイッチも織姫ちゃんもみんなマジで本当に過去がマジで辛すぎてなんかえって感じ、うん、でもなんかまあ、うん、なんだかんだ言ってやっぱり結構スイッチとボスンの過去は結構自分やったらやばいと思った。うん、そう、まあ見たい人は見て。なんでスイッチがパソコン自分で言葉を発さずにパソコンから喋ってるのかっていう理由がその過去のやつで分かるの。こういうことがあったからスイッチはこうな今のスイッチがあるっていうのが分かるんですけども、それがどうしてかっていうのもすごくマジで涙が蛇口のように出てくるから。ネットフリにあるかな、分からない、ネットフリ入ってへんからな。うん、ワンピースの曲もいいよな。ワンピースの曲もいい。ワンピースの曲も有名な人がね、私はやっぱり We are がいいっすね。あれは本当ワンピースだわ。ピースもマジで。ちょっと最近のワンピースの主題歌知らないんだけど、ちょっと見てないから。最新のは誰が歌われてるのかちょっと存じ上げないんですけど。マジで最高だわ。素敵な日本の文化です。そあれ待って、あー危ない、携帯落としちゃった。ちょっと待ってよ、確か何分までやったかな。ちんたらちんたらしちゃってな、危なっ。1時間やもんな。22分までか。 OKOK 了解です。和の国っていうかさ、本当にさマジでさすごいさ思うのがさ、漫画家さんどの話でもいいねんけど、漫画家さんたちってさ、まあ絶対売れるものを書こうみたいなのは分からんけどってなって、長期戦のものにさ、それこそさ、まあ、ワンピースとかコナンくんとかさ、まあ、何でもいいけどさ、すごく長く続いてるもののやつのさ、なんか、なんか最初から高校はこういう風にしようみたいな大まかなさ理想があってさ、それに対してのさ何年かけてかのさ伏線張ってさ、何年かけての伏線の回収ってマジですごくない？それができるのもさ、それだけ売れるものをずっと書かないとさ、まず伏線張ったところでさ結局打ち切りになった伏線回収できないままで終わるじゃないですか。けどさ、そうやってさ何年越しにさ伏線を回収しだしてさ、ここがここと繋がっとった、漫画家さんの脳内やばーって思うもん。そう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 ね、なんかその伏線張って回収できるまでにまで売れ続けるっていうのもすごいし、伏線を張ってで将来的に回収するっていう、そういう未来までなんかこうイメージしてある程度書き終わる途中にね、なんか付け足したりとかはあるかもしれんけど、
ある程度のさ伏線張るためにはさ未来が見れないとダメじゃないですか。いやマジでさすごいなって、マジですごい、本当になんか尊敬するっていうか、頭の中どないなってんねやろってめちゃくちゃ思っちゃう。ああいうの見てるとすごいよね。すごいよね本当にね。そういうのさ、あのさ、なんかさ、でもさ逆にね、その先生もすごいなって思うねんけど、そのいろいろなものに関しての考察をするファンの人もすごいと思う。なんかコナン君とかさ、黒の組織でみたいな、まあ最近ラムの正体が判明したじゃないですか、じゃなくてみたいに、なんかラムの正体誰やとか考察したり、なんかそれが分かってからもこれがこういう辻褄で高校だからこうなんじゃないかみたいな、あとの推察とかもいろいろあるじゃないですか。あれをめちゃくちゃ考えてるファンの人とかマジですごいなって思う。これコナン君だけじゃないけど、他のアニメとかでもここでこうなってたんは何年前の何巻のどこどこでこういう伏線張ってて今に繋がってんねんやみたいなのをさ、こう今はさ、それこそネットがさあれ普及してるから調べればさ出てくるし、 YouTube とかでもそういう考察載せてる人とかいるじゃないですか。それをさするファンの 人たちもマジすごいなって思う。うん、ね、なんかすごい深読みしたりとかさ、そういう風にしてさ、こうなんていうんだろう、やってんのはすごいよねマジでファンの人の頭の中が天才的すぎて。コナン君黒の組織に立てないと思うね。勝ってよ。でもね、黒の組織はマジでね、頭が切れる人物が多すぎる。特にジンとかマジで頭が切れる。ベルモットもすごい頭切れるよね。頭いいなと思って。そう、早くさ黒幕の正体誰かなってすっごい気になる。なんかすごい黒幕の元はアガサ博士やみたいなの、めっちゃファンの人が考察しまくった結果、あの作者の先生自体がアガサ博士は黒幕じゃないって言うてんやろ。みんながあまりにもアガサ博士が黒幕やって言うから、ちゃいますって否定したらしい言っちゃうっていうね。もうでも多分それぐらいアガサ博士が黒幕やっていう説が多かったんやろうね。でも今それ言われてるけど、まださ、いやアガサ博士がって言ってる人もおるけどね。うん、そうそう、誰やろうね。でもなんか、この人ってどうせなるんやろね。ならへんとさ、あ、この人やと思ってたみたいなやつ、やっぱりあかんからさ、この人がそうなん、ええー、って
何年やろねきっとね。コナン君は一体戻れるのでしょうか、元の大きさに。すごく気になるところですね、そこは。あ、そう、光彦くんが黒幕説もあるよね。セウチ見たわ。そう、いや、あんなちびっこ黒幕やったらやばくない？逆にちびっこになりすましてんねんかな。んで気を許してみたいな、そういう感じ。でも確かに少年探偵団の中でコナン君の次に頭が切れるのは光彦君やからな。そう、むずいよねその辺で。どうなんでしょうね。でもそう思うとなんか、どうなんでしょう。ね、早く黒幕知りたいなって思ってる。私は自分で考察とかしないから、みんながしてくれるのを見るのが好き。こういうことみたいなね。え、いやでもさ、どう考えてもコナン君のさ、そろそろさ正体バレるんちゃうんかなってめっちゃ思うもんね。いやだって普通にさ、自分の周りで小学1年生かながさ、あんなに頭切れるしさ、あんな子おったら怪しいって思うもん。だってさ、毛利蘭ですらさ、めっちゃ怪しいって思ってたわけやん。何回も疑われてたしさ、実際めちゃくちゃ何回も疑われてたし、なんかこんな身内にバレバレで、なんかそれこそ黒の組織のさ、いろんな人たちがさ、身近にさ、仲間というかさ、そういう風にさ扮してさ生活してるわけじゃないじゃない、してるわけじゃないじゃないですか、ん、してるわけじゃないじゃないですか、ん、言えへんけど、してるわけじゃないですか。だからなんかどうなんですかね。だってさ、もう服部平次くんなんていつも工藤工藤って言っちゃってんのに、いつもごまかしてるからさ、そろそろ普通に考えてなんかバレてまうやろって思うけど、そこがね非現実的な面白さやとは思うけど、そうそうそう、だって FBI の人たちもコナン君の意見めっちゃ聞くやん。さあ普通にさ、あんなちっちゃい子がさ頭切れてさ、えってなるよね。まあ、なんだかんだ関わりがあるんだろうなみたいなあるかもしらんけどさ、普通に考えたらさ、それこそさ警察の人たちやってさ、あのね、あんなペラペラさ、あの状況とか話したらあかんやろ。なんちゃら義務とかあるからね。しかもそうそうそう、普通ね小学生の意見なんて大人は聞かないからね。そうよね、そうそう、はいはいって感じやん。それはあんなに聞いてくれる警察の人たちめっちゃ優しい。高木刑事とかさ、目黒警部とかさ、す
すごいよね。めっちゃ優しいんやけど、 FBI の人たちもそうやけど、みんないい人って思う。ウケる。確かに、そうね、確かに。たまにでもさ、コメント欄とかでさ、よく 見かけるのがさ、いやコナン君の住んでるとこどんだけ殺人起きんねんみたいな、やばすぎるやろみたいなコメントをさ見れないけどさ、確かにそうよな。普通にあんなに頻繁に事件起きてたら、大丈夫かそこのエリアはってなるもん。普通にフフ、同じとこに住みたくないなって思うもん。金田一もね、だってそうやんな。しかもさ、行くとこさ、何かするたんびにさ、事件ってさ、コナン君1週間のうち事件に関わらんかった時なんて何日ぐらいあるんやろうね。なんかまあアニメ的には週1なんやろうけどさ、あっちの時空とこっちの時空は違うからさ、なんかそれこそ1週間にどんだけ事件解決してんねんやろか。すごい気になるよね素朴な疑問やけど。いやほんまそれよ、日本なのにね、あの銃があるっていう、そのすばらしさよだって普通に考えてよ、あのなんだっけ、なんちゃらツリーとかでさ、ダダダダダダってやんりょったやん、戦いでさ。いやいやいや、普通に大事件だろって思うし、しかもさ、後処理どうすんのって思わん？黒の組織とかさ、それこそさ、なんて言うんだろう、説明しづらいものじゃないですか。何があったみたいな感じでさ、黒の組織やって言ってもちんぷんかんぷんにチャランポランやんか。なのであんなに派手にさ壊しまくってさ、いいもんなんですかって思うけどほんまに、ああいうニュースはどうやって伝えんねんやろって。いや、アニメやからな。アニメは現実に考えても面白いよねっていう話よ。みんなあのあれしないでね、普通の世界ではありえないことが起こるのがアニメの楽しいところやから。そう、でも現実にあったらどうなんやな、いう、なんかそういう、あのそういう楽しみ方を今してるだけやからそうそうなんです。確かにそう思うと、ジン、ウォッカ、コルン、キャンディ、すごいな。すごいよね。ベレモットはさ、もう、あの、変装しちゃうけんさ、それこそ、ね、結構あれやけど。あ、毛利心もあれだけ麻酔銃を打たれて大丈夫かと心配する。え、それな、なんか体に害とか起こさんのだろうか。あんな針一滴でさ、人をさ、こう、何分間かさ、眠らされるって、結構な薬の、強さやと思うんやんか。それをさ、あんなにさ、ほぼ毎日摂取されとったら異常がどこかいつか起きそうな気もするよね。うん、あの膨らませるボールって東京ドームぐらいの大きさになるよね。いや、結構大きくなると思うよ。なんかその時によってスケールだいぶ違うけど。そうアンミなりかね確かに。赤井さんの狙撃能力は現地で考えるとありえん確率らしい。あ、そうなんや。でも確かに赤井さんだって超人すぎるもん。
赤井さんやばすぎるやろ。もう百発百中というか、もう絶対やし、絶対どんな遠いとこからでも狙ってくるやん。うん、マジですごい。赤井さんはほんまにマジですごい。普通にあの何やったら狙撃の腕はマジでやばいもんね。コナンくんの靴欲しい。みんなはじゃあコナンくんだったら何が欲しいですか。コナンくんのキック力増強シューズ靴ね、あれと蝶ネクタイ型変性器、麻酔銃、お腹から出てくるボールね、であとサスペンダー、何やったっけ、なんちゃらなん自在なんちゃらなんちゃら忘れてた、サスペンダー、あるかぐらいかな。 あとあのちっちゃい少年探偵団、探偵団が持っとるやつ、あとは発信機付きのメガネ、あとは、スケボー、あるぐらいかな。パーありますけど、みんなは何がいいですか。ゆいなは、迷うな。住んでる世界にもよるけど、用途的にね。そう、あはは、弁当のねファックスね。あとイヤリング型電話もありますね。そういえばそれもあるわ。結構あるんですよね、意外にいろいろと。でも強いて言うなら、1個には絞れん。ネクタイか、ネクタイ、靴、麻酔銃、どれか。かな、私的には。なんか麻酔銃はそれこそ護身用で、キック力増強シューズも護身用で、変性器はなんかただ単に過ごそうっていう思いだけなんやけど。そう、なんかスケボーとかあんなに速く走ってるけど、あれ警察に見つかったらそれこそスピード違反とかで切符切られんのかな。あんなスピードの出るさスケボーとか普通ないやん。あれいいのって思っちゃうけどね、そういう法律的、あの道路交通法的には。あれ普通にいいのって思うよね。警察の前で乗ってますけど、コナン君あかんよな。せやんな、めっちゃ警察の前で乗ってるよみんな。あれいいのかいな。ダメやんな、あれ。よくさしがみついてられるなって思うわ。でもコナン君の運動神経能力が高いから、あれは使いこなせるんやと思う。それこそあのお腹からボール出てくるやつとかさ、なんかあのスケボーだったりシューズだったり、普通にあの能力がないとただのものにしかならんと思う。
だってあれでコナン君普通にさ、それこそなんか細いとことかあれでよくやってるやんね、なんか映画とかだとそれこそね、遊園地あのなんだっけあそこにあるのはなんてパティオカランドじゃなくてパン、あーちょっと名前ど忘れしちゃったけどさ、あそこのさ遊園地とかさ、ああいうとこも普通乗っちゃってるやんか。そうマジ乗りこなせるのが本当にすごい。あ、そう、トロピカルランド、そうそうそう。マジでコナン君の運動能力が欲しすぎてやばい。ねえ。よし。じゃあ今日のボックスを開きたいと思います。ダダダーン。あ、今日のクリスマスボックス。オープン！ダダーン。今日は何日？ 14。ここですね。サンタさん、サンタさん、オープン。あ、昨日と一緒や。あ、でも見てください、2つ入ってます。クッピーラムネが今日は2つ、イエーイ、やったー、2つだ、嬉しい。ヒュ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 ー、はーい。明日は何が入っているでしょう、お楽しみに。ね、楽しみに。何が出るのかな。気になる。そう、え、うん、ちゃんとこの日、その毎日その日でだけフライングして開けたりとかしてない。そうそうそう、賢いやろ。そらもうフライングなんぞしませんよ、ちゃんと。よし、じゃあランキング読みまーす。そろそろ終了の時間なのでね。よっしゃ。13位つっちーさん、12位かずさん、11位はるたろうさん、10位ゆうきさん、9位マックスエイトさん、8位おかやんさん、7位ひで32さん、6位あきいこさん、5位まさとさん、4位ヤングさん、3位ちかいしーさん、そして2位がきりやさん。今日の1位はタカさんです、イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただきありがとうございます。というわけでドボンのランキングも、間違えた、あれエラーになっちゃった、なんでやろ。えー、エラーや、え、待って、通信エラーできない、開かない、なんでだ、ちょっと待ってよ、ドボンが通信エラーで開かないんだけど。あ、ダメだ、できん、開かん、何回やっても通信エラーですってなっちゃうから、ちょっと今日ランキングドボンの方読めません、ごめんなさい。また明日読めるようになっていればいいなと思います。はい、というわけで今日も見ていただき本当に皆さんありがとうございました。また明日の、今日はちょっとね、そう、早い時間でしたが、1時間しかできないんですけども、また明日の配信でお会いしましょう。
ではでは、バイバーイ。